鉄道動画アウトレット。動画をご視聴いただきありがとうございます。この後動画振り返りぜひ見てね。はい、皆様こんばんは、としあきです。それでは動画振り返り、今回も行ってみたいと思います。今日の動画は、本日運転開始2700系で運転の特急南風号岡山行きを小島駅で撮影したという動画です。はい、今回はですね、緊急配信ということで、先ほど、小島駅で撮影してきた、グリーン車付きのね、2700系の特急南風号の、到着と発車のシーンのね、動画を、急いでね、編集して、公開してみました。はい。2700系に関しては、もう以前ね、渦潮号で、特集の動画というかを、作ってますけれども、まだちょっとね、乗車機の動画はね、公開してませんけれども、まあ乗車もしてますし、はい。で、今回は、いよいよ岡山にということで、南風号として岡山にね、向かう列車をね、撮影したということで、本日運転開始ですね、岡山行きはね。はい。この列車は、2本目かな。はい、岡山駅としては2本目の列車ですね。で、ですね、特急南風号はグリーン車もついているということで、グリーン車もついていると。以前のね、渦潮号の動画ではグリーン車がなかったので、まあ、そこは今回、この動画ではね、初めてかなと。はい。まあ、少し前から、特急、四万十とかでね、先行で、グリーン車付きの車両も使われてたんで、この列車が初めてっていうわけではないんですけれども、はい。
で、そんな感じでね、緊急で、撮影してきて、で、まあ、乗車しようかどうかちょっと迷ってたんですけれども、まあ、ちょっと今日はね、試しでね、乗車される方も多いかなと思ったのと、あとまあね、渦潮で乗ってるっていうこともあって、で、ちょっとね、今いろいろ、2700系、乗車してっていうのをちょっと考えてはいるので、今回に関しては単純に小島駅でね、撮影だけしたという感じにしてみました。はい。そうですね。まあファンの方もね、いらっしゃったし、で、でも、乗ってらっしゃる方はそこまで多くなかったかなっていう感じですね。うん。以前の、渦潮号の時も、まあ、そんなにっていう感じで、うん、四国の列車に関しては、まあ、一番列車はね、すごい、ファンの方で混むのかもしれないですけれども、ちょっとね、これ、岡山駅としては2本目、小島駅に、通る列車としては3本目かな。はい。高知行きね、もう入るのでね、だから3本目というか、だからもうそれでこんな感じなので、うん、まあ夜っていうのもあるのかもしれないですけれども、はい。混み具合もね、自由席もそんなに混んでなかったですしね、はい。だから乗っても良かったかなってね、試しで乗ってもね、良かったかなと思うんですけど、でも乗ってたら、こんなに早く動画出せなかったんで、まあまあ良かったかなと。で、また落ち着いたらね、まあ、乗車して撮影もしたいし、まああと、2700系に関しては、特に南風号に関しては、なんか南風号も、猛烈な勢いで、置き換えをするみたいで、なんかどこかの新聞では、もう来年度ぐらいには全部置き換えっていう風な、ことも確かなんか今日ネットの記事で新聞社のね、ちょっと見たので、本当にもう2000系、なくなっちゃうっていう勢いで、まあ多分私のね、前も渦潮号の動画でも言いましたけれども、上海には、残るかなとは思ってはいるんですけれど、ただ上海の方も N2000 になるんじゃないかなと私は予想してるんで、だから単純なというか、2000系ですね。こちらに関しては、全部廃止になるね、可能性はあるかなと。まあ、あと、足摺りに関しても残るかもしれないですけれど、でもね、足摺りはね、うん、2700に置き換わる可能性もあるかなって。今も2700系でね、運転される足摺り号もね、すでにありますからね。はい。私の予想では、上海だけで、あとは全部2700になるんじゃないかなと。まあもちろん渦潮は2600も使えますし、まあ、渦潮に関しては185系もね、使うんじゃないかなと思ってますけれども、はい。そんな感じで私は予想しております。もしかしたら、足摺りに関しては2000系がね、残るのかもしれないですけれどもね。うん。はい。というわけで今回は緊急でね、編集してみましたので、またね、落ち着いたらね、昼間の列車もね、撮影したいなと思います。まあ多分ね、当分の間は岡山駅とかではね、撮影の方多いのかなという感じはしますけれど、ただまあ、ね、先ほども言ったように、なんか四国の列車って、うん、すぐ落ち着いちゃうというか、はい、渦潮号もね、落ち着いて撮影できましたし、なのでまあ、もしかしたらもう今月、あと2、3日だけで、まあ、ただ鉄道の日のね、記念切符もあるので、で岡山駅はね、関西とかからでも、四国に比べればね、行きやすいっていうこともあって、うん、なので、まあ、岡山駅に関しては撮影ちょっとね、しばらくの間は、混み合うかもしれないかなと思います。はい。落ち着いて撮影したかったら、四国に来るのが一番かなと思います。特に、高松駅に行けば、まあ、グリーン車付きはね、あんま撮影できないですけれど、まあ、渦潮号だったらね、それも、渦潮号も今日から、もうね、かなりの本数が2700、2600になるということなのでね、それこそ本当に、ごめんなさい、渦潮に関しては、もういくらでも乗れるんじゃないかなとね、あと2600と2700のね、乗り比べもできますしね、2600系と2700系、車内、多少違いますからね、大きく違うのは、前の2700系の動画でも言いましたけれど、後ろのところにね、座席の枕がね、2700系はね、ないというか、なので、2600系はあるので、うん、
その辺もね、乗り比べでみんな見てはいかがでしょうかっていう感じで、私も乗り比べの動画出してもいいんですけれどもね。うん。はい。というわけで今回は緊急で、編集しました。2700系特急南風号、岡山駅としてはこの列車が2番目の列車ですね。はい。運転開始当日の列車を撮影しました。今回の動画、もしよかったなと思っていただきましたら高評価。あまり良くないなと思われましたら低評価でも構いませんので評価よろしくお願いいたします。また、コメントの方もね、ぜひお寄せください。はい、2700系ね、この列車乗ってましたよとかでもいいですし、うん。まあ、あんまりね、乗車してた、あんまり本人が特定されたくなかったら、あんまり言わない方がいいかなとは思うんですけれど、うん。2700件にね、期待してますよとかね、ありましたら、ぜひぜひコメント欄にね、コメント書いていただけると嬉しいです。2600件ね、期待してますよでもいいですけれどもね、今回2600件ないですけども、はい。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。まだね、チャンネル登録されていらっしゃらない方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネル登録をね、していただいて、で、他の動画もね、見ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。ではまた次の動画をお楽しみください。